笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で、花巻の友達の輪どんどん広げていきたいと思います。さて、今日のゲストは M2Cage代表の福山智則さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いい声ですねありがとうございます、はい、背の高いイケメンでいらっしゃいますそんなことないですいえいえ、お送りした先ほどの曲なんですが、ダパンプの USA です。福山さんのリクエストだったんですが、なぜこの曲を選んだんでしょうか。はい、まず今流行ってる曲だということとですね、はい、最近ある祭りの、地元の祭りの踊りでですね、この曲を使って、余興をしたと、はい、まあ、そういう経緯がありまして。踊ったんですね。そうですね軽く、はいはい、それで、この曲をリクエストしました。ダンスの出来はいかがでしたか。はい、大好評でしたこのスタジオの椅子に座ってらっしゃる感じ、落ち着いた穏やかな雰囲気なんですが、ちょっと USA 踊ってるところちょっと見てみたい気がね、はい、周りがしっかり頑張ってくれました、はい、M2Cageさんなんですが、石取谷町新堀にあります小中高大小の学習塾でございます。福山さんはそこの代表先生でいらっしゃるんですが、詳しくね、また後ほど聞いていきたいと思います。福山さんは小中高はどちらの OB でしょうか。はい、新堀小学校、石取谷中学校、はい、そして花巻北高、はい、と卒業して、はい、大学は、県外出て、はい、福島県の会津大学卒業しました。会津って花巻と雰囲気が似てるって聞いたことあるんですが、どうですか。はい、人口がだいたい10万人ぐらいだったと思うんですけれども、うん、当時、はい、花巻市も、そのぐらいということでですね、だいたい規模的にも街並み的にも、うん、文化的にも、はい、うん、確かに似てる気はします。へー、はい、で、大学卒業後にお勤めをされて地元に戻ってこられたということなんですけれども、はい、はい、そうです、はい、で地元に戻られてから塾を作られたわけですよね、はいはい、そうです。作られて今どのぐらい。この時期で15年目に入るぐらいですね、はい、どうして石取谷で塾作ろうと思われたんですか。はい、まず私の地元が、石取谷だった、まあ、その辺にあまり塾が、石取谷町に塾がなかった、はい、ということと、はい、私の学生時代の経験、アルバイトをした、塾講師の、経験からですね、はいはい、勉強中学生小学生に教える、うん、はい、楽しいなという、うん、それだけで始めました。自分に向いてるなって、楽しいなっていうふうに当時から、はい、まあ、やりがいが感じられた、うん、ということで、始めれるかなという半分手探りでですね、はい、始めたら15年目になってしまいました。英語と数学中心に。そうですね、まあ、それ以外も少しやりますけれども、はい、数中心に、はいはい、やってました。教えていらっしゃるということですね、はいはい、そんな福山さん、ここで質問です。趣味特技教えてください。趣味といえばですね、仕事塾の合間に農業をしてるということでですね、はい、まあ、趣味というか草刈りしたりとかですね、日課というか日課みたいな感じで農業をして、はい、お家で、そうですね、はい、あとはマラソンというかですね、ジョギングというか、はい、ウォーキングをちょっと発展させたぐらいのですね、はい、体を動かすこと、はいはい、そんなことやってました。健康管理、そうですね、趣味は、はい、なるほど。そして特技が、はい、特技はですね、はい、一応掃除ということでですね、はい、周りには言ってるんですが、はいはい、上手だよっていうことではなくてですね、あ、そうなんですか。気が向いた時には掃除をしようかなって言って、掃除をすることが多い、はい、なので、まあ、趣味に近い、特技と、はい、うん、いうことで、掃除はですね、はい、私はストレスを、はい、うん、感じたというかですね、はい、もやもやしてるという時にですね、はい、散らかったところを見つけて、はい、で片付ける、はい、そうすると無心でこう体を動かして、
掃除ができるし、うんうんうん、気がついたらきれいになっているということでですね、はい、自分もすっきり周りもすっきりということでですね掃除、でね掃除が終わった頃にはモヤモヤも消えて、そうですね、一石二鳥ですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、いいかと思います、はい、では次の質問です。おすすめの花巻のお店を教えてください。はい、一膳という食堂を、おすすめします。はい、はい、一日一膳の一膳ですよね、はい、おすすめ のメニューは何でしょうか。特にはい、そば、ドバーそばというのが売りにしてるんですけれども、ドバーそば、はい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 、名物というかですね、皆さん来るとそれを頼んでいるのかなっていうふうに思ってます。はい、あの普通のそばと比べて何か特徴ありますか。はい、麺が太くてですね、はい、気のせいかもしれないんですけども、そばってなかなか腹持ちが良くない、はいはい、ですけども、ここのそばはですね、はい、普通に夕方まで昼食べたら夕方までお腹が空かないとかでしっかりとお腹に、そうですね、結構遠方からも来てるような話も聞くので、はい、じゃあちょっとそば好きの方、石取屋の一善さんですね。石取屋新堀です。新堀ですね、はい、はい、新しいに堀という字ですね。はい、そうです。はい、チェックしてみてください。ありがとうございます。では次の質問です。好きな花巻の風景はどこでしょうか。はい、新堀にですね、戸塚森という山があります。はい、山といっても200メートルぐらいの標高、200メートルぐらいの山です。はい、でそこはですね、キャンプができたりする場所なんですけれども、はい、山頂までですね、はい、サンダルでも歩いて登れるような、ところなんですけれども、はいはい、まあ、山頂から眺める街並みというかですね、岩手山方面だったり、うん、山並みが、綺麗だなと、はい、いうことでですね、はい、おすすめ好きな風景と、はい、いうことです。はい、戸塚森ご紹介いただきました。はい、では次の質問です。お仕事について伺いたいと思いますが、この M2 刑事さんというお名前なんですけれど、これはどんな思いを込めてつけた名前なんですか。はい、始めるときに、まあ、私数学が得意だったというのもありまして、はいはい、数学にまあ特化した塾を作ろうかなというところを始めたんですね。で数学、英語で言うとマスト、はい、で数学の薬ということでメディスン、すごい、M を重ねて、はい、まあ、M2 というところから、はい、つけたところです。 M には M だったんですね。数学のマスにメディスンの M、はいはい、でそして語呂よくお名前を M2 刑事さんとつけられてということなんですけれど、はい、学校に行っていてやっぱりちょっとここが苦手とか、やっぱ数学系とかって相談して来られる方とか多いんじゃないですか。やっぱり数学と英語はですね、うん、教わりたいという生徒が多いのは、はい、おそらくですね積み重ねの教科であると、うん、1年生から始まって2年生3年生と、まあそれで終わらないですけれども、はい、高校もその続きがあるということでですね、うん、やっぱり一つのつまずきがあってしまうと、はい、うん、そこで困っているということの相談を受けることが多いですね。はい、積み重ねだからどこかで抜けてたりとか、土台の途中がほころんでたりするとその先がまたグラグラしちゃうっていうか、うん、そうですね。で学校だけではちょっと足りなかったりするところを塾で、で相談すると先生に教えてもらえるということで、はい、補強していけるということで、はい、ご自分でご自分のことどんな先生だと思いますか。そうですね、あまり、熱血指導というわけではないんですが、すっごく落ち着いてますよねすっごくね、はい、本当に穏やかで落ち着いてるなっていう感じがそんなことはないですけれども、語り口もですけれど、はいはい、まあ、教え方の、まあ、特徴というかですね、はい、まあ、意識していることはですね、はい、まあ、相手の気持ち身になってみたいなところですかね。そういうところを意識して、はい、今眠そうにしてるなとか、うん、まあ、そういうことではないんでしょうけれども、一人一人違いますもんね、だってね、やっぱり、うん、性格も、はい、うん、理解力も違うので、はい、その辺をですね、まあ、汲み取りながら、うん、その生徒一人一人に合わせた、はい、指導をする、はい、みたいな感じですかね。で、はい、クラスごとにいろんな学年教えてらっしゃって、はい、教科とかね、はいはい、嬉しい時とか、この仕事しててよかったなって思うのはどんな時ですか。はい、やっぱり、成績が上がったとかですね、うん、ここに合格したとか、うん、
まあ、本心かわからないですけども、うん、先生のおかげですみたいな。やっぱりそう思うから言うんじゃないですかね、うん、そういう言葉、うん、実績があると、うんうん、やっぱりやった甲斐があるなというか嬉しい時ですかね、はい、その大学の時塾で教えられた経験があってやっぱり面白いなって思ったっておっしゃってましたけれど、合格もそうですけれども変化していく様子っていうのがやっぱりすごく喜びになるんでしょうかね。そうですね、うん、やっぱり中学生一番成長する時期だと思うし、まあ、体は特にですね、身長なんかも大きくなりますけれども、はい、内面も、うん、大きく成長する時期だと思いますので、そこにまあ学力が備わればなおいいのかなということでですね、そういうところに関われるっていうのはいい仕事をしてるんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、では次の質問です。座右の銘、好きな言葉教えてください。はい、座右の銘ではないんでしょうが、はい、雨が降っても喜ぼうという、うん、まあ、本のタイトルなんですけれども、はい、これを普段気に留めているというかですね、はい、最近意識している言葉の一つです。なんでこの言葉を選んだんでしょう。はい、まあ、雨が降るのは当然なんですけれども、まあ、雨より晴れの方が、はい、皆さんにとっていいと思うんですよ。で、自分にとって良くないことというかですね、うん、そういうことがあってもいい方に捉えようと、うんうん、いう気持ちを持って、生活ができたらストレスも軽減できるんじゃないかなということでですね、うん、まあ、生きてるとどうしても嫌なことの方が多い気がするんですね、うん、なので、まあ、こういった、うん、この言葉ではないですけれども、はい、うん、そういう心がけ、はい、の、うん、本だったので気になって読んでみました。はい、物事の取りよう、ね、どう取るかって全然違いますもんね、受け止め方も ね、そうですね。でも、じゃあこういう話生徒さんともされたりとかしますか。はい、まあ、うん、こういった難しいことではなくてですね、はい、うん、中学生伝わるような話ということは、うん、たまに、することはあります。授業の曖昧ですね、飽きた時とか、はい、なんか塾の雰囲気がすごく伝わってくるなんとなくイメージがね、なんかできるような感じがしますね。はい、お話を伺っているうちにですね、あっという間に時間が来てしまいました。じゃあこのあたりで次のお友達のご紹介をお願いします。はい、石取屋町のですね、小田島設備工業代表取締役の小田島聡さんを紹介します。はい、小田島さんはどんな方でしょうか。はい、私の、まあ、後輩にあたるんですけれども、水道屋さんやってて、はい、うちの水道工事とかで常にお世話になっている。あ、はい、最近はプライベートでも、はい、会うことがあってですね、それで、紹介をさせてもらいました。はい、小田島設備工業代表取締役の小田島聡さん、11月8日ご出演 OK ということで伺っています。花巻のお友達の方がまた一つつながりました。今日の笑っていいとも in 花巻、こんな先生に教わったらなんか勉強楽しくなりそうですね。 M2 刑事福山智則さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。